ヤガチャガチャンネルは今週の一言、常にギリギリ。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは、ヤガミンことヤガミハヤテでございます。というわけでございまして、本日3月3日の水曜日夜の10時となりました。いかがお過ごしでございましょうか。さあ、こちらの音源収録しているのがただいま3月3日の午後6時半ね。3時間半後にはこの音源がポーンなるっていうね、あの疑似的リアルタイム生放送みたいな感じでね、もはやお送りしておりますヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオでございます。はい、というわけでございましてですね、ね、何が一段落したのか全くわからないですがね、3月になりましたね。3月1回目の配信でございますね。いやー、もう早いのなんのって、もうなんかやわかつして仕事して、なんだろう、倒れたら翌日の繰り返し、本当にね、なんか楽しんでますね、人生を。まあ言うてね、仕事もしっかりと、なんだろう、一歩一歩前に進めていくし、ヤガ活も一歩一歩前に進んでいくから、とんでもない怒涛の時間の流れではあるんだけど、しっかりとね、何かしら自分の中で進んでるんだっていうことだけはね、実感しながら毎日をかみしめているところでございます。皆さんは毎日の日々いかがお過ごしでございましょうか。さてね、ついにですけども、4月から始まるですね、ヤガヤガヤしないラジオ X ね、市川うらら FM さんにて始まるわけでございますが、こちらウェブからね、皆さんも拝聴できるわけですが、ついに1ヶ月切りましたね。私の声がその何でしたっけ、市川で聞けるっていうね、公共の電波に乗るっていうところまで、あとついに、まあ、1ヶ月を切るわけですよね。びっくりですね。なんか全然実感が湧かないですね。まあ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 、そこら辺はね、いろいろと楽しみながらやっていこうかなと思っているもののね、ここからさらに収録本数が1本増えるって考えるとね、今の状態からするとね、震えが止まらないですがね。いやー、でもやっぱり思うんですよ、無理しないのが一番って言うんですけど、無理しないのが一番かどうかって人によるっていうのが正解で、私みたいなタイプは正直なんて言うんでしょう、無理した方がいいタイプ、なんか結構なんだろう、ギリギリで毎回毎回戦ってる方が意外と向いてるタイプだったりするのでね、逆境丸のスキルを生かして頑張ります。な、ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしていきます、ヤガヤガヤしないラジオ第149回目の配信でございます。というわけで、今回もよかったらちょっとしたヤガミの小話付き合ってあげてください。今回も本編スタートです。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。今月の築地報告のコーナー。はい、というわけで今月の築地報告のコーナーでございます。こちらのコーナーはですね、毎回毎回私の方で設定しておりますテーマトークに沿って皆様からのお便り募集しておりますコーナーです。3月の築地報告のお題はこちら。3月のお題、好きな映画は何ですかでございます。というわけでね、皆さんから好きな映画を教えてもらおうというですね、マジでラジオっぽい企画でございますね。いわば来月から始まるラジオに向けてパンピー向けのお題を用意し始めているところでございます。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで3月一発目のお便りも、もちろんこの方、ペンネームはケサランパサランからいただきました。ありがとう。映画を見ている記憶はあるけど、映画館に行った記憶があまりないケスです。やがちゃっちゃ、はい、やがちゃっちゃ。ビデオテープが幼少期にはまだまだ現役だった世代なので、ビデオで映画を見てた記憶が多いような気がするんですよね。そんな幼少期のケセの心をわしづかみにした映画が、劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲です。ケセが生まれた年の映画なので、劇場じゃなくてビデオで見たのですが、子供ながらに死ぬほど辛さを感じたし、ピカチュウが泣くシーンで大号泣した記憶があります。この映画を見てからアニメでも映画でもピカチュウが泣くシーンでは大号泣してしまう体となってしまいました。大号泣はするのですが、話のテーマもストーリーも全部が大好きな映画です。ヤガミさんは小さい頃に見て泣いてしまった記憶がある映画ってありますか？ないな。ガキの頃見て泣いたか、ないな。それこそ昔一回お話しさせてもらったことあるけど、前に語ったことがある赤川二郎の身不義死伝、これが中学生ぐらいかな。映画で泣いたはこれが初めてかもしんないな。うん、そこまではあんまり映画を見て泣くっていう、その泣く映画を見なかったっていうのが正しいかもしれないね。
っていう感じでございましたね。ただあれだな、松たか子が出てた告白見た時は映画館で震えたな。あれ中2ぐらいだった気がするんだけど、あれ中2か中3か高1ぐらいだったんだけど、あれ見に行った時は最後の展開は震えたなっていう記憶は未だにあったりしますね。さてね、今回ねお便りでいただいてるのがポケットモンスター劇場版ミュウツーの逆襲ね。まあ見たことない人のために簡単に中身を説明するならば、あれなんですよね。なんつうのかな、オリジナルから作ったコピーっていうのを作った時に、そのオリジナルとコピーっていうものはみたいなところに結構重きが置かれていて、そのポケットモンスター劇場版第一作目にしてはテーマが死ぬほど重たかったっていうタイトルなんですよね。で、それこそ要は主人公のサトシのピカチュウもコピーが作られちゃって、まあ、要はオリジナルのピカチュウとコピーのピカチュウが争うわけですよ。だけどそれってすごい悲惨なシーンなんですよね。要は別にオリジナルのピカチュウだってそのむやみやたらに他のポケモンを傷つけたいわけじゃないし、コピーのピカチュウっていうのはもちろんながら、他の意思によってコピーのピカチュウとして作られてるので、要はそのサトシたちの進軍っていうか、それを止めるっていう、まあ、存在価値みたいなものはあるわけだけど、だけどじゃあその自分の元となってる素体に対して攻撃を与えたいわけでもないしっていう、なんか本当になんだろう、ただただ目の前でやりたくないことだけをやってる者たちの絵がすっごい悲惨に映るシーンがやたらめったら長くて、大人の俺らが見てもきつい。だからね、それこそポケットモンスターの劇場版だ、ピカチュウがスクリーンでって言ってる子たちはもう悲惨よね。ずっと泣きながら殴っとるっていう、なんとも言えないね、悲痛さっていうのをなんか、まあ、描いてるんだけど、ただもともとそれで言うと、まあ、このミュウツーの逆襲っていうこの単語自体に正解があって、ミュウツーっていうのはもともとミュウから作られた、遺伝子型ポケ、遺伝子組み換え型ポケモンみたいな、要は研究の結果できたポケモンなので、そもそもミュウツー自体が自分とは何なのかみたいなものと向き合わなきゃいけなくてっていう、なんかね、ほんとね、一作目これだったんかっていうレベルであり、名作ですね。完全に名作ですね。なんでね、本当に何でしょう、このミュウツーの逆襲が好きっていうのはね、なんか、分かりみが深いとしか言いようがないタイトルでございますね。なんかでもね、ピカチュウが泣くシーンでは大号泣してしまう体になってしまいました。なるほど、お薬出しておきますね。続いてのお便りです、ペンネームポップデさんが体育館壊したかもしれないから心配なポップママさんからいただきましたね。ペンネームでもね、なんだろう、ワンアクション入れてくれるっていうのがみんなね、なんか癖がついてくれてる人がいて面白いですね。さあ、ヤガミヤガチャッチャ、はい、ヤガチャッチャ、好きな映画ですが、アニメはそんなに見ないけど、劇場版名探偵コナンは好きなので毎年見に行きますが、一番好きなのは、純国のナイトメアです。もうキャラ層が好きすぎて内容を知ってるのに何回見ても号泣しちゃいます。きっと私もそういう人間になりたい、誰かのために命を差し出すようなそんな人間になりたいという憧れがあるのかもしれません。ちなみに来月には新しい劇場版も公開されるので、感染対策をして見に行く予定です。ヤガミンは毎年必ず見る映画はありますかね。これで言うとないっすね。ドラえもんは毎年見に行きたいって言われるけど、気が向くか向かないかで、毎回分岐する仕組みを取っているので、見たり見なかったり。でものび太の恐竜は見に行きましたね。よかったですね、のび太の恐竜の一番新しいやつね。コナンはね、迷宮のクロスロードまで見てました。毎年ね、迷宮のクロスロードまでは見てたんですけど、迷宮のクロスロードから先はなんか見たり見なかったりを繰り返すようになっちゃいましたね。で、何でしたっけ、なんか、純国のナイトメアか、で漆黒のチェイサーだっけ、あれ、映画版のさ、煽りがすっごいひどいやつ、なんか工藤新一対江戸川コナン対黒の組織完全対決みたいな煽りだったのに、全然対決しなかった映画ありましたよね
俺あれね、なんかね、劇場版の中では、これ、好みがあるから、今言ってるのはディスとかじゃなくて、あくまで俺の感性の話ね。コナンの映画史上、なんか、ワーストに近いと思っていて、あの煽りはやっちゃダメでしょ、みたいなのをね、すごい感じた、回だったんですけど、あれ見たときに、なんか、ヘリコプターから、ベイカータワー、かなんかに狙ってるやつかなんかがいいんだっけな。で、コナンくんが伸縮サスペンダーを使ってどっかとどっかに引っ掛けてベイカータワーから飛び降りて思いっきり下にビョイーンって伸びる反動を使って靴から出てくるサッカーボールを使ってサッカーボールで上に向かってバーン蹴り上げてヘリコプターのところパーンなってポーンつってトーンってなるっていう、あれはね映画館で見てならへんやろって思った回でしたね。ちなみにコナンの映画で言うとやっぱりここあれですね、分岐点だと思うんですけど、ドラえもんは乗り越えられた人なんですけど、毛利小五郎の声が変わったことを乗り越えられてないぜなんですよ。なんで小山力也さんが悪いわけではないんですけど、神谷明さんのなんていうんですかね、毛利小五郎に慣れ親しみすぎてしまっていて、どうしてもなんか最近のコナンっていうのが見に行くのが足が遠のいてるぜなんですけど、でその中で言うならばあれですね、やっぱ初代3作ぐらいは全部好きだったな。時計仕掛けの摩天楼、14番目のターゲット、ベイカーストリートの亡霊、あそこら辺は全部好きでしたね。特にベイカーストリートの亡霊が好きだったかな。でもね、あれだよね、なんか個人的な話なんだけど、なんか殺人事件とか猟奇事件みたいなものの犯人ってフィクションの世界では狂気に満ち溢れててほしいっていう謎の欲望が私の中にあって、でこれがどういうことかっていう話なんだけど、要は何、時計仕掛けの摩天楼って何だっけ、守屋なんたらとかってやつだったよね確かね、おじさんね、が要はその施設を爆破していくんだけど、施設を爆破する理由っていうのが確かなんだっけ、アシンメトリーだからみたいな、シンメトリーっていう左右対称のものに対して非左右対称のものがアシンメトリーっていうんだけど、要は美しくないっていう理由で壊してるっていうような確か流れだったと記憶していて、俺ああいう犯人好きなんすよ。なんか救いようもないし、なんだろうな、なんか説明してあげてもわからない、明らかにもう狂気の中に入っちゃってる犯人っていうのがすごい好きで、で、その流れでいくとなんつうのかな、やっぱり守屋さんはすごい好きでしたね。 あとあれ、瞳の中の暗殺者も好きだね。うん、あれだっけ、時計仕掛けの摩天楼を14番目のターゲット、瞳の中の暗殺者ベイカーストリートの亡霊か、順番が違った気がするな、確かさ今のだった気がするな。で瞳の中の暗殺者なんかはもうなんだろう、お約束オブお約束で美味しかった記憶しかない。噴水がパシャーなってさ、撃てなくなってさ、噴水がなくなった時がお前の終わりだみたいな、ああいうシーンすっごい好きね。あとあれですね、なんだっけ、初代のその時計仕掛けの摩天楼のエンディングテーマにもすごいいろいろと思い入れがあって、すごい好きだったりしたっていう記憶もあったりしますね。懐かしいな。だって名探偵コナンの映画が始まったのって何年前よ。間違いなく俺ガキの時だもんね。名探偵コナンの劇場版といったらやっぱり一番の聞きどころはサンデーで募集された子供がいかに棒で演技するかだよね。あっち行こうぜみたいな。今のでも俺多分演技力ある方だもんね。なんかなんだろう、演技できる人にはもういけない領域のあっち行こうぜみたいなセリフとか聞けるじゃないですかね。いやこれ子供ディスってるわけじゃないんですけど、あの瞬間にね、なんかあサンデーって思いながら見れる時間好き
なんかね、上手い声優さんがずっとバーっと演技してて没入できるのも楽しいんだけど、あの一瞬だけ、あー、この子たちが今回のサンデー枠かっていうね、なる時間もね結構好きだったりします。はい、というわけでございまして、今回はですね、皆さんから、月地報告では皆さんの好きな映画についてお便り募集しております。こちらですね、概要欄等々から、こちらお手紙の方投稿していただければなと思っております。新しいトークテーマについては、来週発表です。というわけで以上、ヤガミンの月地報告のコーナーでございました。あー、動画が撮れてない、投稿者コメントが貼られてない、サムネイルが間違ってる、あー、終わらない。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたフリートーク近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたフリートーク近況報告のコーナーです。というわけで、こちらのお便り、一通届いてます、読んでいきましょう。ペンネーム、こちらもケセランパサなんからいただきました、ありがとう。というわけで普通のお便り、ヤガミさん、ヤガチャッチャ、ああ、やがちゃっちゃ、どうもケセです。今回のお手紙、 IQ3 にして読んでほしいです。ポメラニアンと褒められたって似てますよね。あと、おひたしとおひさしも似てますよね。あと、頑張れとポンパイエって似てますよね。ケセ、こういう言葉が好きなんですよね。ヤガミさんはこんな感じの言葉他にもご存じないですか？もし知ってたら教えてほしいです。あと、ヤガミさん的にこういう感じの言葉って好きですか？待って、タイム、これ本題に入る前にタイム。ポメラニアンと褒められた、うん、似てる、オッケー。ピンポン、おひたしとおひさし、ピンポン、頑張れとボンバイエ、ブブーね、頑張れとボンバイエだけね、共感できなかったわけですけどもいや、あれですね、こういうの好きですね。なんかこの IQ3 ぐらいのなんか五感だけで進む話っていうのかな、は私自体はすごい好きですね。なんかボケーって文字が流れる感じっていうのかな、なんかなんだろうな、表現としては難しいけど、あと何がある、なんだろうな、似てる言葉か同じような響きの、ポメラニアンはあれだよね、なんかもう代表例だよね、ポメラニアンと褒められた。まあなんか音がね、ずっとポポポポポンみたいのがね一緒だからってところなんだろうけど、ご存知ないですか？急に振られたら出てこねえな、なんだろうかな、ないねー完全にね、鍵かかってる引き出しに久々にトークが来ちゃって、膨らまないパティーンね。でもね、なんだろうな、なんかそれこそ母音言葉って言ったらいいのか分かんないけどは好きですね。うちでよくあるのは、子音がなくなるはあって、三田太郎ちゃんは三田太郎ちゃんとか、下手したら板太郎ちゃんとかみたいな、なんかそういう IQ3 みたいなトークはうちの家庭では結構繰り広げられてますね。で、何がすごいって、それこそその前とかは仕事とかで某有名大学の先生方と打ち合わせとかがあって、でそうなると矢上さん仕事しなきゃいけないから、先生方のおっしゃってるのもわかるんですけども、今回の動画制作においては、皆様が持っているターゲット、そして視聴者のリテラシーというものを総合的に判断したときに、皆様の表現したい内容のままですと、情報の相違またはその伝播力不足ということが発生する可能性もありましたので、一つレイヤーを落とされた方が、その動画の効果としては良くなるのではないでしょうか。確かにそうかもしれませんね。一度こちらの方で字コンテの方も作り直してみますので、そちらをご確認いただきながらのご進行はいかがでしょうか。すみませんがよろしく頼みます、ありがとうございます、みたいな話した後に、疲れた、頭がパッパッてねーみたいな状態になったりするんで、なんかなんだろう、旗から見たら病院行った方がいい感じのムーブはしてるかもしれないですね。まあ、あれですよね、なんかチャンネル登録者数1万人未満で2年間連続で投稿してる時点でもう病院は行った方がいいとは自負してるので、これからも病院に行かずに自宅療養で頑張っていきたいなと思ってる次第でございますね。なんかなんて言うんだろうね、誰にでもできないトークって好き。なんか例えばその嫁のところでちょっと砕けた感じで喋るっていうのも、本来で言うんだったらそれっていうのはなんて言うんだろうな、
社会的には許されないというか、その八神さんの中の人に対してそれを許してくれる人が全然いないわけですよ。なんか変な話、八神さんってちょっとまあ仕事の話になっちゃうけど、セルフプロデュースで何でもできる人っていう見せ方をしてるので、まあ自分がね、あの名刺とかにも自称オールラウンダーって書いてるぐらいなので、あのできないことないですよ、全然やりますよみたいな感じで仕事を回すことが多いんですよ。なので基本的には仕事の同僚とか、あとはその先方さんからは本当にオールラウンダーのスペシャリストみたいな感じで見てもらえることが多くて、でそれ自体はやっぱり営業もする立場なので、営業する時って一番大事なものは何かっていうと、この人に任せたら安心ができそう、こうやって思ってもらえない営業には私は意味がないと思っていて、営業っていうのは相手のことをワクワクさせる仕事であると私は思ってるんですね。ああこれだけのお金を払ったとしても、これがこうなってこうなるかもしれないから、この人に任せたら楽しくなるかもしれないっていうふうに思わせられた人が勝ち進めると思ってるし、それがうまくできない場合っていうのは、どうしてもなんていうのかな、少し打点が低いというか制約率が下がると思ってるので、そういう演出をしてる分、もう終わったらグダグダですよね。もうなんかパヤパヤというかね、一番ね近しい表現の効果音の擬音だとするならパヤパヤかななんていう風に思ってたりするんですけど、みたいな感じでなんかめでたそうな感じでお仕事とか望ませていただく場合が多いですね。はいね、というわけでございましてね、こちらのコーナーでは普通おたとかどしどしお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。さあというわけでございまして、時間が余ったのでここからはフリートークでございますね。いやー本当にね、なんかバーってこうやって走ってると、なんか気づいたらやっぱ3月なんですよね。なんか1月だと思ったら2月になって、2月だと思ったら3月になってて、もうバイオの生放送の動画のアーカイブ作る、1月中にやりますって言った言葉が懐かしいぐらいね、3月だけどみたいなね状態なんですけど、いやあれもそのうちやりたいんですけどね。でまあ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 、こういうなんて言うんでしょうね、あっちゅう間に時間が過ぎてくと、なんかなんつうんだろうな、仕事して給料がもらえても、この給料で散財する暇がなくなってくるんですよ。じゃあどうするかっていう、今私の最近の楽しみが、飯食う時って今炭水化物控えてるんで肉を買うことが多いんだけど、ワングレード肉のランクを上げるっていうのが今私のささやかな楽しみで、まあ毎回はもちろんやるとお金爆発しちゃうんでできないんですけど、いつもだったら鶏肉だけど、今回はちょっと豚肉の細切れを買ってみたりとか、あとなんかトントロのお肉が 30% 引きだったからトントロのお肉買っちゃうとか、そういうね些細な楽しみを入れ込むのが最近私の中での密かな楽しみ。やっぱ何も楽しみがないってつまんないし辛いから、それってやっぱり生きてる上でなかなかなんていうのかな、ワクワクできない状態が続いてしまって、なんかしょんぼりとかっていうことがあるのかなと個人的には思っていて、でやっぱりそういう風になってっちゃうと、なんて言うんですかね、なんかどんどん発信するものも楽しくなくなっちゃうんですよ、気持ちがキューってしちゃうと。でやっぱり例えばこの八神隼の活動全般においても言えることなんだけど、俺がつまんなそうにゲームしてたら意味ないんですよ動画って。あくまで、まあゲームマスターは別だけど、ゲームマスターはつまんなそうにゲームをしてるのが成立する場合もあるんだけど、基本的な企画っていうのは、もう俺が楽しそうにゲームをやっていて、その上でなんかそのゲームを通して、俺があれやこれやっていう発信してるっていう状況が完全なる理想形になるわけですね。でそうなった時に、例えば俺の心が苦しくなっていて楽しそうなことができないみたいになっちゃうと、その場合ってなんていうのかな、多分見てるみんなもちょっときつくなっちゃう。でそんな動画はもちろん誰も望んでないしっていう感じになるんじゃないかなと個人的には思ったりするわけですよ。でってなると、やっぱり些細な瞬間に楽しみを見つけて、でなおかつなんだけど、これは俺の変なプライドなんだけど、俺はこうやって発信をしてるじゃない。でみんなは当たり前だけど、それをキャッチする側になるわけだよね。でそうなった時に、俺が辛そうな顔をしてるのはね違うんだよね、俺の中で。なんか八神隼さんって何したいかっていうと、エンターテイメントがしたい人だから、
あくまでこのやったことがエンターテインメントになってないんだったら意味なんかないじゃんって思ってるので、そう考えた時に、かといって実はあの時ヤガミン辛かったんだねなんて思わせてたらそれもエンターテインメントじゃないの。だから俺の中での結構大事な信念があって、楽しそうに配信するし楽しいと思ってるし、辛いところは見せないし辛くないじゃなきゃいけないって俺は思ってて、でこれって言葉にすると結構えぐい表現に聞こえるかもしれないんだけど、なんだろうな、もうそのスタンスでやっぱりさ長年やってきちゃったから慣れちゃったんだよね。だからたまにある、なんか止めどなく奥側に溜まってたなんか物が急にバッてきて、あ、俺こんな辛かったんだって思うことたまにあるけど、原則やっぱりヘラヘラしてるんだよね。でそれはもうやっぱり当たり前で、そのヘラヘラってしてて楽しそうにしてて、あ、ヤガミン今日も元気にいろいろやってるなって思ってほしいんだよ。だって元気を与えるってそういうことだと思うんだよね。俺が辛そうにしてて、その最近仕事ですごい嫌なことがあってみたいなことを聞いてたら、みんなの心も落ち込んじゃうし、それって楽しくない。うん、俺はこのラジオもそうだし、ゲーム実況もそうだし、何かを通して聞いてくれてる人が楽しんでる環境が作りたくてこれを始めているわけであって、俺のことを理解してほしいとも、俺の苦しみを分かち合いたいとも1ミリも思ってないのね。そう、みんなが理解すればいいのは、こいつこういうやつなんだなっていう、みんなにとって俺が有益であるやつかどうかっていうところをまず判別してもらう材料を持ってもらって、で判別をしたら次に、慣れてもらいたいのは扱い方。要は、あ、こいつこうやった方が面白いな、こういう手紙投げた方が面白いなとか、そういう、まあ言ってしまうと俺って、ゲーム実況にしても、やがないラジオにしても、何かを自分が感情的に受け取って、その受け取ったものを返すことで笑いにしてたりだとか、コンテンツにしてるから、そうなった時に、やっぱりだけどみんなも同じで、なんか、あ、ヤガミこういう手紙投げた方が輝くなと思ったら、そういう手紙の投げ方してくれた方がきっと二人とも楽しいと思ってて。で、その、お手紙職人と俺のやり取り見てて、みんなもキラキラってしてるんだったらみんなも楽しくなるじゃんっていう意味で、なんか俺のことを怒らせないようにとかじゃなくて、エンターテインメント的に俺のいじり方っていうのを少しでも理解してくれたらいいなと思っていて、そんなもんなんだよね。うん、あとはなんかその俺の声とか俺の生き方とか態度とかね、そのマインドとかっていうのをちょっとでもみんなに理解してもらって、その上で、あ、こいつの動画は見てたら俺面白いから好きだわって思ってもらえるんだったら、それでもう優勝かなって内心は思ってたりするわけですよ。うん、なんでね、まあ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 、本当になんか毎回ダルーンとは生きてますけど、なんかね、こういう、なんだろう、気持ちは持ってるというか、やっぱちょっとでも楽しんでもらいたいよね。やるんだもん。うん。ね、大なり小なり自分の人生の時間をかけて、こうやって発信を続けてるわけで、続けてるわけで、そうなった時に、受け取ってもらった人に覚えてもらいたい感情は、楽しかったなとか、嬉しかったなとか、以上も以下も何も望んじゃいないよね。うん、ただただそういう感情さえ抱いてくれれば、私としてはめちゃくちゃ満足だし、よかったな、へへって思うわけでございますね。なのでね、気だるくだるーんとこれからもね、なんかマイペースで楽しく配信続けていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。以上、ヤガミンの小話のコーナーでした。何それ。はい、エンディングのお時間でございます。こちら、ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオでは、皆様からのお便り募集しております。 YouTube の方は概要欄から、ポッドキャストの方はヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオで一度検索してみてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、今週もね、エンディングのお時間なんでございますが、なんか本当にヤガないラジオやってる間ってサンクチュアリなんすよね。なんか外的要因からの感情の揺さぶりもなく、ただただお手紙と向き合って、あとちょっと自分と向き合う、これをやるだけで
ある程度の物事が成立する時間っていう、自分にとってはやっぱりねめちゃくちゃ特別な時間だったりするわけでございますね。少しでもその時間皆さんとシェアできて楽しんでいただければ何よりです。そして、このね150回ぐらいの、今までの蓄積分によって、150回以降もそうですし、新しく始まる X の方でもですね、まだ見ぬユーザーさんと楽しんでいただけるようなねビジョンがね描ければなと思っております。さて、皆さんにお知らせです。来週のやがやがやしないラジオ第150回配信からですね、大幅に状況がリニューアルいたしますね。何がリニューアルするのかというところはですね、ぜひともこちらですね、来週のやがないラジオの方確認いただければなというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。そんなこんなでお送りしましたやがないラジオでございますが、ここら辺で間もなく終わりの時間です。ここまでのお相手は私やがみんことやがみはやてがご案内しました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。というわけで See you next time, stay tuned. Bye bye. おやすみなさい。